はい、お久しぶりです。 TBR のタケです。 FD のマニュアルトランスミッションのレストは2話目でございます。1話目忘れましたよね。では丸2日かかった前回の作業を2分間で振り返ってみましょう。ではスタート。はい、手当たり次第外してます。まずはクラッチ関係ですね。レリーズフォーク、レリーズベアリング、ボルトを外してこの丸いお茶碗みたいクラッチハウジングを外してます。少し乱暴に行きます。強引に叩いて外れました。ここにシフトノブが入ってました。あれ？オイルなかった。ミッションの周りのセンサー類を外してます。さあこれからミッション分割しますよ。ちなみにこの FD は一括払いです。はい、1回目の分割。これはシフトノブの大事な裏方さんです。このスプリングとても大事です。シフトチェンジできるのもこれのおかげ。シフトロッドエンド、叩かないと外れません。抜けました。2回目の分割、1分経過。このオレンジ色がスピードメーターギア、見せてます。次は上と下のベアリング外し、これを外すとギアが顔を出します。はい、これがラスト、シーワッシャー。たくさんついてますよね。上のベアリング外れました。メインシャフトベアリング、下に行きます。今度はカウンターベアリング、5速ギアが寂しいからといってついてきました。カウンター5速ギア、はい、これが3回目の分割。もう分割はありませんよ。落とすなよ。ミッションの裏の蓋を外してスナップリングちょこっと外します。人間で言えば器用な腕、シフトロッド、外れました。これ4本、ね、だけど3本あります。あ、取れた。最後の1本、人間で言えば手のひら付き。あ、取れた。はい、ありがとうございました。ここまでが前回までの作業でした。では普通に喋ります。この長いシャフト覚えておいてくださいね。この長いシャフトがここです。デファレンシャル側っていうことになります。いわゆるデフ側です。そしてシフトチェンジに必要なシフトロッドを外しました。次に上下についているベアリングを外しましたね。大変でした。すると下側のカウンター5速ギアがベアリングと一緒にポロンと抜けました。ミッションのハウジングは5分割になっており、現在はこの水色の部分のメインハウジングだけになっています。今回の作業はこの本当の5速ギアを外すところからです。では相棒とバトンタッチします。はい、これが正真正銘5速ギアです。ギアが前に行ったり後ろに行ったりしないように小さなキーが入っています。そうこう言ってるうちに5速ギア外れました。あれ、もう一つ出てきました。なんて綺麗な色なんでしょう。先ほどの外見では一切見えなかったのに。ちょっとリプレイいきます。やっぱり5速ギアの内側に隠れていたんですね。ちょっとここで明るく拡大します。どうしてかって、大問題だからです。このナットどうやって取るの。このロックナットです。長いシャフトが邪魔でボックスが入らない。ということで製作、もったいないけどボックスを鉄工所で切ってもらい溶接しました。これでエンジンを入れて特殊工具3つ目かな。この筒の中にあの長いメインシャフトが入ります。何起こってるの。では早速使ってみましょう。ミッションが上と下反対になってますからね。強力インパクトにセットします。なんかバズーカ砲みたい。シャフトに通りました。なんか緩んだような。あ、緩んだ。緩みましたね。メインシャフト、ロックナット。
どこまで抜けるものやら。これがミッション詳しい人がよく言っているシンクロっていうやつですね。ちなみに私たちはシンクロを見るのが初めてです。今外した金色のギアがシンクロナイザリングです。これです。どう見たってこれだけ絶対に材質が違いますよね。やべやべ。お次はバックギア。バックギアはとても大きいですよね。今外した丸い筒は何かわからん。ということは今外したバックギアと動画の最初に外した5速ギアはこのメインハウジングという家の中に入れてもらえないということになります。抜けそうです。これが下側の小さい方のバックギア。ここで向きが正しい配置をお見せします。先ほど言いましたお部屋に入れてもらえないバックギアと5速ギアの空間です。この赤いギアが上側の5速ギアです。エンジンからの動力がクラッチディスクの密着からメインシャフト、もう一度そこから黄色いカウンターシャフト、再びメインシャフトからプロペラシャフトまで動力が伝達されます。再び赤く表示してあるスペースがバックギアが並んでいる列です。でもちょっと他と違いませんか。一番左の4速、上と下で2つ、お隣の3速も同じく上と下で2つ、2速も上下2つです。1速も同じです。しかしバックギアは見た感じ違いますよね。この角度では分かりにくいので今出ている矢印の向きから見たイラストで説明しますね。その前にこれさっき外した大きい方と小さい方のバックギア、はい出ました。上のギアの大きい方が本家本元リバースギア。この赤いギアは前回の40話の動画でバラした時ポロンと落ちてきた今回の主役リバースアイドルギア。そうアイドルなんです。もしこのアイドルギアがなかったら下のギアが1速や3速のギアと一緒のように時計回りします。それにつられて上のリバースギアは反対の反時計回りになります。これでは他の前進ギアと一緒なので一生バックはできません。では先ほどのリバースアイドルギアを取り付けるとどうなるでしょう。はい取り付けました。下の小さいギアは先ほどと一緒の時計回りです。これは変わりません。しかしアイドルギアは反時計回りになりました。するとどうでしょう。タイヤまで動力が伝わるリバースギアがなんと先ほどと違う時計回りになりました。一つアイドルギアを増やすことで1速や2速などの前進するギアと違って逆回転で回ります。これを考えた人はなんて頭がいいのでしょう。はいありがとうございました。これは大した作業ではありません。ベアリングを守っているただのカバーです。先を急ぎましょう。はいここ見えますでしょうか。ここのでっかいベアリング2つ、これを外していきます。シャフトの軸受けですよね。テキパキいきますので5秒間だけ作業箇所を見せますね。ここです。この箇所です。ベアリングを取るためにはスナップリングを外さなくてはなりません。スナップリングを傷つけるなと書いてありますが新品に交換します。当たり前のことですがこの特殊工具の爪がハウジングに入る溝としてちゃんと掘られているっていうのがすごいですよね。ミッションのリビルト屋さんはこの作業を毎日しているのでしょうね。はい抜けました。特殊工具も日産用とかマツダ用とか絶対用意してあると思います。喋ってるうちにベアリング2つも外れちゃいましたね。残すは2つ、長いメインシャフトのベアリング、こことここ両側ですね。ベアリング外したからここグラグラです。ここね、じゃーん、あ、なんかじゃーんって言ってますけどデフにも入っていた調整用アジャストシムです。それよりも
ちょっとここ見てください。特殊工具 SST の爪がちゃんと入るようにハウジングが掘られていますよね。ここの溝も特殊工具の爪が入るようになっています。ここの先端はクラッチディスクのセンターに挿入されるとこです。取れました。はい、工具も落としながらもたもたになってカウンターシャフト外れました。ギア付きアッセンでバラシもとうとう、残すはメインシャフトだけになりました。バラして分かったのはメインシャフトが一本物ではなかったということです。まさかそこで分かれるとは。当然イラストも書き直しました。4速で一区切り、3速2速1速が長いメインシャフトについてきました。画面切り替わりました。またしても塗装いたします。ミッションハウジングをサンドブラストをかけ、約30年の汚れ、オイルにじみを取り除きました。ミッション表面を塗装してツルツルにするメリットは、まず車検を受ける際、下回り点検で検査官様にここまで手をかけてありますので何とぞ寛大な判断をお願いしますという意味です。そんでも落ちるときは落ちるんですけどね。それと走って汚れたりオイルにじみがもし出たとしても、雑巾で拭けばまた綺麗な状態に戻るということです。それが理由ですかね。はい、とりあえずギアやロッド類を並べてみました。目視して確認しただけなのですが、ギアが欠けている箇所はありませんでした。ベアリングもシャーシャー音は手で回す限り聞こえません。バラさなかったらよかった。果たして元に戻るのでしょうか。そんな声が聞こえてきます。前回の宿題ですが、カタログや仕様書に書いてある常時噛み合い式、同期噛み合い式の意味がなんとなく今回の作業で分かりました。では常時噛み合い式アニメーションいきます。大丈夫かな。常時噛み合い式は読んで字のごとしですね。4速ギアも3速ギアも2速も、そしてバックギアに至るまで常にいつもギアが噛み合っている状態ってことでした。バラしたから分かった。エンジンからの動力は必ずメインシャフトを経由する。何を言ってもここが始まりだ。当初はメインシャフトが一本物だと思ってイラストを描いていた。大きな間違いだった。正しい、あ、忘れた。これが正しいメインドライブ、4速ギア付き。もうギアが固定されているからこの着色が正しい。ギアの話をするので、シフトロッドは1回消します。シフトロッドがあると思って聞いてほしい。このオレンジ色のパーツはシフトチェンジに必要なシンクロ、クラッチハブともいう。この位置のシンクロは左横の4速ギアと右横の3速ギアが仲良く使わなければならない共同使用パーツだ。まず4速ギアにシフトチェンジしてみます。シンクロロックオン。シンクロの動きは次回細かくアニメーションします。シンクロが4速ギアに抱きついたことでメインドライブとメインシャフトが一本のシャフトになりました。これでエンジンからの動力伝達が直通になります。シンクロいい仕事してますね。直通です。では動力伝達に頑張った子は誰か。頑張った子には G マークをプレゼントします。はい、おめでとう。メインドライブくんとシンクロくんです。ではこの子らを紹介します。エンジンからの動力を1番に伝えましたメインドライブくんです。そしてメインドライブくんに頑張って抱きつき、シャフトを一本化に成功させましたシンクロのスリーブくんと、同じくシンクロのリングくんです。隅っこの紹介でごめんなさい。 G マークは動力伝達に頑張った子でした。お次の S マークはあるギアによって回されているギアたちです。いわゆる好きにしてどこまでもついていきますからの好きにしての S です。始めます。4速で走っている時はメインドライブの G 君によってこの始めの S 君は回されています。そして
この下の段の5つの S 君は全て黄色のカウンターシャフトに固定されていますから、みんな一緒のスピードで回されています。では上のメインシャフトはどうでしょう。 G 君は4速ギアです。オレンジ色のシンクロ君によって一つの棒になったメインシャフトですから、他のギアに入ってもらったら困るわけです。ここは緑色のメインシャフトに出しゃばらずぶら下がっていてほしいのです。いわゆるフリーの状態でいてほしいのです。最後の白いのはベアリングだから関係なしね。はい、ありがとうございました。一番わかりやすい4速ギア走行でした。下の段のカウンターシャフトのギアたち、先ほどのこれですね。実物はこの下のこれです。ギアが4つついてますよね。4つとも固定されているから車が走り出すと無条件に回り出すんです。おさらいですが、常時噛み合い式は常時ギアが噛み合っているから、このギア部分の刃が欠けることはないと思うんです。たまにシフトミスでミッションがギャーって鳴きますよね。この音ってギアの回転数を合わせて静かにシフトチェンジするシンクロ機構から音が鳴るんだと思います。この部分です。オレンジ色の部分です。先ほどのもう一つの同期噛み合い式っていうとこですね。回転数の合ってないギアを同期させるのですからね。クラッチ踏まずにギアを入れれば同期ができないからギャーって音が鳴りますよね。次回説明できるかな。この後一速ギアのアニメーション行きますが、時間のある方は見てくださいね。ではここで締めさせていただきます。次回はミッション組み立てに入ります。ではありがとうございました。頭の中歯車でいっぱいです。残業にお付き合いいただきましてありがとうございます。では4速アニメーションに引き続き一速ギアのアニメーションに入りたいと思います。いきます。一速ギアの場合、アニメーション、これが一速ギアです。ちなみにこれが五速ギアです。まずギアを一速に入れてアクセルを踏みます。エンジンからの動力がメインドライブギアまで到達します。いわゆる四速ギアのことね。ここね、この下のカウンター一速ギアは初めから噛み合っているので、メインドライブさんが回るなら私も回りますねという、好きにしてというギアだから S マークになります。黄色いシャフトのカウンターシャフトにギアが固定されているので、下の段のギアはみんな一緒に回り出します。好きにしてというギアが6個もあります。では動力伝達経路です。カウンターシャフトの一速まで動力が来ました。丸印です。ここでちょっと寄り道。一速の場合、ギアの小さいカウンター一速で一番大きい一速ギアを回すんです。逆に五速の場合はギアの大きいカウンター五速で一番小さい五速を回してるんです。だから一速はトルクがあって五速はトップスピードが出るんですね。もっと重要なのはこのオレンジ色のシンクロくんです。この位置にあるシンクロは二速ギアくんと一速ギアくんが仲良く使う共同部品です。では一速側にロックオンしますね。シンクロくんが一速ギアに抱きつきました。これで二速も三速も五速ももう何でも好きにしてというギアに変わり、僕仕事しなくてもいいですよねって言っています。逆に一速くんはシンクロくんに抱きつかれ、緑色のシャフトと一体化して動力に貢献しています。では最後に今回の頑張った G マークの子は誰か。それはメインドライブくんとオレンジ色のシンクロくん、そして一速ギアの3人でした。ではアニメーションありがとうございました。あれ、まだギア洗ってたの？相棒も残業してました。では今回の41話、長々とありがとうございました。